こんにちは。こんにちは。お待たせしております。もうこんばんはだね。後ろが真っ暗。 Good evening 、はい、真っ暗、はい、今日はね、千葉では雪が降りまして、皆さんの地域は大丈夫だったですか？ね、明日からはすごく暖かくなるらしいんですけどね。困りますね。残った雪が凍ってしまってね、家出た瞬間に滑りました。それはそれは行くのやめようかと思いました、ね、それは、はい、近所でもちょっとね、あ、事故があったりとかして、はい、気をつけたいですよね。本当に雪に慣れてないものね。慣れてない、除雪車なんて ねないしね。はい、はい、で1週間ん4日、3日お休みしてしまって、どうもすいませんでした。すいませんでした。はい、その間、入荷待ちとかいろいろいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日ご紹介したい商品なんですけども、まず皆さんオーラってご存知ですか？さあちょっと縁起ったらしいオーラ大きさがいろいろあるんですよね。色もいろいろあるんですよね。そうらしいです。はい、見えないもんですから、はい、ちょっと私も見えないのでちょっとわからないんですけど、あのいつだか暇だった時にネットでオーラをちょっと調べていたら、オーラを 見る見方みたいなの載ってて2人で一生懸命やったんですけど、結局見えなかった。見えませんでしたよね。はい、オーラが大きいと感じるものはあるんですけれどもね、うん、そうですよね。娘さんがね、はい、大きくて、はい、その近くに寄れなくて、はい、娘さんの近くに来るときは地べたにね、はい、どうしても寝そべんないと辛くてしょうがなかった。地べたではないです。床ね、畳です。畳ね、はい、どんな生活してんだ私は。そうそう、ね、寝そべんないとしょうがなかったってことで、だいたいオーラって手を広げたくらいなんだっけ、その人の違うのかな、そんなのも読んだことがあるんですけれど、はい、その人が出してる生命エネルギーとも言いますし、微量な電磁波とも言われてるんですけれども、はい、あることは確かです。見えないけどね。はい、はい、でそのオーラっていうのはバリア的な役割をしてくれてるんです、その人の、はい、でそれが大きすぎると威圧感を与えるし、この大きい自分のねテリトリー、バリアのテリトリーですよね、縄張りに入ってくる人が多い分疲れるんですね。で弱いとまたそのなんていうんだろう、体調も良くなくなったり疲れやすくなったりするわけです。はい、はい、なのでオーラっていうのはその人に合った大きさで、なおかつある程度強くなきゃいけないんです。はい、いけないんですっていうか、その方がいいと言われてます。はい、はい、で今日ご紹介したい商品はそのオーラにまつわる商品なんですけども、はい、こちらですね。おります。はい、すいません。はい、こちらです。波動ネックレスオーラクリーニングというものです。はい、オーラクリーニングネックレスはオーラやエネルギーをクリーニングしてくれる情報を持たせてあります。はい、要は オーラの中のエネルギーもね、きれいにするってことですよね。はいはい、でオーラがクリーニングされるとバリア的なものも強くなるので、周囲から受けるマイナスのエネルギーからの防御が強くなります。普段から人に触れられるお仕事の方や電磁波などが多い環境で生活される方などにもおすすめです。はい、1点ずつ手作りでお作りしていますということで、はい、全部ね、あのトンボ玉作家さんの手作りのものです。暗いね、はい、ちょっと移動させましょう。すいません、暗い、ここも、うん、大丈夫です。はい、はい、こんな感じです。中にはちょっとこういう風に穴が開いていて、アロマが入るようなものもあります。はい、ここはアロマ入れてもらって大丈夫なんです。はい、でこれなんですけども、何がいいって、まず人疲れしない。そうです ね人疲れしないっていうのもすごくいいですし、あとは何だろう、そうね、私おのぼりさんなので東京行くと頭が痛くなるんです、人の多さに。はい、ぐったりするんですけど、それがなかったり、イベントの時は必ずつけていったりしています。はい、あとはあんまり気にならなくなりますね、周りの環境っていう。そうですね、うん、まあまあまあ、自分のなんか自分の周りがホワーンとするので、はい、まあ自分でいいかなっていう
雰囲気にもなります、はい、であとデザイン的にすごくいいのが何にでも合うね。例えばこれつけます。あのセーターの方やっていただけますか、ね、手で持ってるよりちょっと合わせるのが大変で。違う色の方が合いますかね。うん、見えましたけれども、うん、これ本当何にでも合うの。調節もここの紐でねできるんですけれど、つけて調節して、ほらどうですか。白だからね、うん、白だから金箔が入ってデザイン、はい、こういうのにも合います。はい、全然ね、私今日フェルト地のものなんですけど、はい、シャツにも合いますよね。はい、ワイシャツとか、はい、チュニックとか、はい、夏は T シャツにも合います。はい、本当に選ばないんです、着る洋服を、はい、で、はい、もし見せたくなかったら中に入れちゃえば、入れとけばね、うん、いいですし、服の中に本当は出しておいていただきたいんですけどね、うん、そうそうそう、仕事中とかね中に入れてもらってもいいです。はい、まだネットショップに上がってない商品が多数あるんですけども、これもいいよね。ちょっと長谷部さんもつけてみなよ。どれがいいかな、どの色が映えますかね。お花で。お花、これ、いや、こっちのお花で。あ、そちらでございますね。かしこまりました。私どうやって撮る、私が撮ってあげる、顔は映さないよ。恥ずかしいもんね。今日長谷部さんはタートルネックをね着てますね。ごめんなさい、しばらく画像が乱れます、あなたのお洋服の模様で。はい、 OK。 はい、すいません、ちょっと乱れちゃいますね。あ、酔っちゃうな、多分見てる人。はい、こんな感じです。こういう洋服にもとっても合います。さりげなくて可愛いですね、これも。可愛い。こんな感じで洋服を選ばないし、あとはあれも選ばないね。年齢とかも。そうですね。ね、選ばない。とてもおすすめな。もう一つやってみましょうか。もう一つやってみましょう。洋服と同じ色のこれにしてみましょうか。あえて？あえて。それにしちゃうんですね。ダメだったりしてね。ピンクも可愛いけどブルー系も可愛いですよね。ほら、あ、可愛い。あ、ね、すごく神秘的。あえていいじゃないですか。うんうんうん、あえていいです。ハートもあるので。ハートも可愛いよね。ハートもやってみましょうか。うん、顔が映らなければ何でもやります。とりあえずはなんか最近は結構オーラが映る写真とかもねあるみたいで、どうなんすかね、あれやってみたいですね。どういう色だか ね聞いたんですけどもね、忘れちゃいました。またやってみようね。そうですね。その時によって色が違うのかな。あ、違うみたい、ね、違うみたいですよね、うん、なんか1時間後に変わってる人とかもいましたよ。はい、ハートちゃん。ハートはちょっと色があれなので見にくいと思うんですけども。あ、本当だ、ね、でもハートだね。ハートかわいい。うん、かわいい。かわいいんですよ。かわいいね。このお花もやってみましょう。全部つけてみたくなっちゃう。とりあえずこのね、作家さんとても人気でね、はい、すごく優しい物語のある作品を作られる方で、ほら、うん、あ、かわいいな、これも濃い洋服着る時もね、うん、こういう透明感があるデザインっていうのはとても映えますね。これはアロマが入れられるんだな、きっと。ここに、あ、本当だ、入れられる。うーん、いいね。どれもいいね。そりゃそうだよね、私たち選んできてるんだもんね。どれもいいと思うよね、自分たちではね。ミーハーな私たちで。ミーハーな私たち。
どれやりましょうね。緑やりますか。この緑はさ、男性でもいいと思いません？この紐が男性だとね、どうかなと思うんですけど、何かに他のにつければ別に、うん、あの T シャツと一緒につけてる人いますよね、こういうトンボ玉のデザイン、うん、男性で、うちのお客さんに似合ってますよね、その方も、うん、ミョーンって、あ、これもいいね、はい、何やっても似合うんですよ、はい、はい、この下の色があの重なってエメラルドグリーンっぽく見える、はい、いいね、はい、あら、何やっても似合うのね。何やっても似合うんですよね。とすいません。顔だけは出せないんですよね。顔がみんな見たいんじゃない？顔が出せない。国宝級なもので。顔が。どういう意味だって。顔が。え、なんで？国宝級。素晴らしいね。素晴らしいですね。いろんな意味に聞こえちゃう。これもやってみましょうか。あえてそれはネットに出してたかな。あ、楽しくなってきた。撮ってシャレが欲しいわとか、あ、言ってもらえればね。これは発送します。これはお取り置きもします。これはネジネジでございますね。ここのところネジ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 してもらって、あ、ちょっと短いから、はい、私には、あ、ちょっと顔映っちゃった、ダメこう、あ、かわいい、民族っぽくてね、かわいい、つけるとね、イメージが違うから、うん、もっとこう上の方になるんですけれども、うんうんうん、ちょっと襟があってつけられないの、うんうん、かわいい、はい、私つける、はい、皆さん今日は疲れますね。目が疲れちゃうよね。あっち行ったりこっち行ったり。でもオーラって本当に不思議で、目に、波動もそうだけど、目に見えないけれどね、あるもんね。そうね。今さら何言ってんだよって。はい。どう？洋服。すいません、汚いものをちょっとお見せしちゃったような感じで。今他のネックレスをねつけてるから、はい、こうかな。それはみんな見えちゃう。みんな見えちゃうか。みんな見えちゃう。でも大丈夫じゃないですか。はい、こんなです。うん、かわいい。はい、かわいいです。頭が楽になりますね、つけると、うん、つけるとね、うん、この辺が、うん、ちょっとすっきりしますよね。うんうん、すっきりする。はい、こんな感じです。オーラ見える人は変わってるのかね。これつけたら私のオーラどうなんだろうね。気になるところね、見えないもんですか、すいません。でも体は楽になりました。はい、楽になります。はい、はい、そんな今日もそんなグダグダな動画でしたけれども、お付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。ネットショップに出すまで少し時間かかると思うので、もし気になった商品があれば、ご連絡いただければ、はい、お取り置きなり発送させていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではまたいつか動画を更新したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。